動画を見ていただきありがとうございますこのチャンネルでは犬猫のトレーニング主に髪犬の直し方などを発信しています今回の動画はトリミングでの髪犬の直し方を紹介していきますではどうぞ髪犬の直し方トリミング編その1今回のテーマは髪をなくす方法です今回協力してくれるのはくーちゃん9歳2020年の冬にトレーニングを開始しました以前のサロンでは完全にお手上げと言われ 特に顔を触ると噛みます。また家族にも噛みつくため触ることができません。うんうん、今回紹介するみを減らすポイントはこちらの3つとなります。では紹介させていただきます。1トラウマを蘇らせない。皆さんは怖い体験をしたことありますか例えば地震など経験したことあると思います。過去に地震で怖い経験をした人は 地震警報アラームの音やガタンという物音を地震を予知する物事に恐怖を感じることがあります。トラウマとなる出来事と直前の出来事が紐づいてアラームが鳴っただけで過去の恐怖を蘇らせます。トリミングでも同じです。クーちゃんの場合、過去のトリミングに顔カットのトラウマを作る原因があったと言えます。例えば、目やには汚れが固まったまま引っ張られたり、顎の毛を捕まえながらカットされたり、他にもいろいろなことが考えられます。え こんなことでって思う方もいらっしゃると思いますが、動物は痛みや危険だと思うものに非常に敏感です。さらに犬は危険を意識する天才です。なので、人間が地震のアラームに驚くように、トリミングする前から道具や人の手の動きに対して警戒され、そこから攻撃行動につながりやすいです。トリミングがその子にとって恐怖のままだと、さらに家でもトリミングに関する出来事に対して髪が出やすくなります。 そして今までできていたはずのお手入れもできなくなることがあります。お家でのお手入れとサロンでのお手入れが同じだと思われる場合です。お家でのお手入れとサロンでのトリミング、どちらかで怖い思いをしてしまうとお互い影響し、最終的には誰にも触れない犬になります。つまり、この状態の犬のトリミングをするにはトラウマスイッチを押さないようにトリミングするしかないんです。クーちゃんのトラウマスイッチは 手が近づく、顎の毛を持つ、道具が近づく、リードをつける、過去のサロンでやったことすべてです。そこで自分たちが目標とした行動は、自分から手のひらに顎を乗せてもらうということです。このようにして、今まで怖かったトリミングとは全く別物のトリミングを作り上げていきます。また、怖い思いを経験していない、新しい行動は教えやすいのです。クーちゃんもまさかここからトリミングにされるとは思わないからです。 それから、ハサミなどの音や動き、感覚をプラスしていきます。その時に大きな効果をもたらすのが、ここでその2、食べ物を使うことです。食べ物を使うと甘やかしている、わがままになるんじゃないと思う人も多いと思います。しかし、トリマーを噛み、トリミングを断られたワンちゃんのほとんどが、食べ物を使わずトリミングをしています。高い台に乗せれて終わるまでずっと立たされる、そんな場所にあなたは行きたいですか食べ物を使いましょう。 怯えてるワンちゃんに対して食べ物を持たずに近づいてはいけませんなぜなら私たちの存在が恐怖だからです撫でられることが必ずしも嬉しいとは限りません何もせずただ食べ物をあげることが怯えてるワンちゃん唯一できることです食べ物を使うとそのワンちゃんの気持ちを変えることができますそしてより食べ物の効果を発揮させるには適切な使い方をしましょう 最後にトレーニングでよくある間違いをご紹介。食べ物を見てより落ち着きがなくなっていないでしょうかそれは動いた方がメリットがあると思われているかもしれません。食べ物がなくなったらどっかに行っていませんかそれは作業が好きになったわけではないのかもしれません。トレーニング中おやつやフードを食べなくなってはいませんかもしかするとフードやおやつよりも恐怖の気持ちが勝っているのかもしれません。 そのポイントは別な動画でご紹介させていただきます。ご視聴ありがとうございました。